はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。NHK の専門家として、NHK のですね、最高意思決定機関っていうのが、NHK 経営委員会、まあ、会長とですね、経営委員12名と、あとはNHK 職員側11名が、まるで議会のように、いろいろやるところなんですけれども、ここの資料としてですね、NHK の最新資産状況が公表されておりました。9月末時点ですから、4月から10月までのを上半期としてんでしょうね。これによるとですね、現金預金767億1200万円、滞納未収金181億3700万。これ900万人、約900万人が滞納されております。普通の企業だったら、2割の顧客に滞納されたら、倒産不可避なんですけれども、NHK はへっちゃらと。国際地方債など、有価証券、株式なんかね、4373億円。以上、流動資産合計5442億1800万円。土地建物、機械装置、車両など、固定資産、有形固定資産合計が4199億円。国債、超過保有、長期保有している、すぐには売れない国債と、子会社株式などの、出資合計が1407億円。以上、固定資産合計5717億4100万円。その他にもですね、建設積立、事業債など、特定資産と呼ばれるものの合計が1693億円と。これ全部足しまして、NHK が保有している総資産額は1兆2852億7846万円。だそうです。1兆2000億。これ北朝鮮よりも金持ってねえかっていう気がするんですけどね、これ。毎日1億円使い続けても、亡くなるまで35年以上かかりますね。そんなに無理だ。毎日100万円ぐらいが限度だ。毎日銀座のクラブ行っても、そのぐらいしか、使い切んねえよっていう場合には、3520年かかります。使い切るまで。その他、職員積立年金基金っていうのが、約4000億円ね。これ NHK 職員が1万175人、ですんで、一人当たり4000万円の資産を持っております。こっちは職員団体が持ってるもんですから、まあ、NHK の資産とは言えないですけど、元は受信料だよね。結論、電波の押し売り、ヤクザ商売で巨大化しすぎと。まあ、こんなに持ってなくてもいいだろう。こんなに元手があんだったら、あと自分の番組に自信があんだったら、スクランブルにしてみたら、これ売り上げがすぐに半減しても、しばらくもずんじゃねえ、こんなんやったら、っていう気がするんですけどね。どうしてもスクランブル化には、かたくなにしないっていう。NPO 法人、難病患者支援の会、東京都が禁止されている、臓器売買の仲介をしていた模様であります。58歳男性、1850万円を払ってキルギスで腎臓移植手術を受けた。53歳男性、同城、男性、ブルガリアで手術を受けた。読売新聞調査、同会はキルギスでドナー側に210万円支払った証拠を得ました。同会代表62歳男性、双方のやり取りなんか知らねえし、これは患者とドナー、提供側のやり取りなんか知らねえしとばっくれておりました。12月8日、都議会、昨日かな？あれ？一昨日？昨日っすね。安倍由美子都議、なんで立ち入り調査しねえの？都側、必要な調査は行っている。これは認可、NPO の認可与えるのは東京都なもんですから、都議から質問が来ました。安倍都議、こうした団体の活動に都がお墨付きを与えてるんじゃない、安倍議員は立憲ですけど、脱粉する議員ばっかじゃないということかな。この件に関してはなかなかいい仕事してるな。この件に関してないことはどうせ変なこと言ってんでしょうけど、まあ読売新聞が証拠持ってるそうであります。ネットの話、日本で、世の中の裏側は真っ黒、
ゆり子これどうすんの、 NPO 法人なんか悪い印象しかないんだけど、 NPO とか一般社団法人とかざるすぎだろ。政治団体も宗教団体も NPO でマネロンしてる。この人はなんか知ってんすかね、あの NPO になんか寄付とかなってまして、マネロンしてる実態でもあるんでしょうか。社団法人と NPO を精査したら金が相当浮くんじゃ。これ国もやったらどうかなって思うんですけどもね。とはボロボロなのがいろいろ分かってきたなっていう書き込みありまして、これコラボの件かな。ニート無能っていう人やってるね。まだあの詳細不明で逮捕者もいないんで、まあ憶測で何も言えませんけれどもね。臓器移植仲介は禁止。一般人は禁止ってことなのかな。公的機関や許可された病院は OK ってことなのかな。ちょっと私不勉強で不明であります。まあ NPO 法人の闇が深いなぁ、政治団体の闇も、深そうですけど、古くからある政治団体なんかはもうごじゃごじゃでしょう。日本を人民軍に差し出したい中国スパイの東京新聞、軍事費倍増に発狂し幻聴が聞こえてしまう。開戦の日に考える。戦争の足音が聞こえる。そっか、気の毒に。開戦の日っていうのは昨日12月8日真珠湾攻撃の日ですね。1941年12月8日パールハーバーをもって、大東亜戦争開戦、いうことで、昨日はいろんな新聞がいろんな反戦記事書いておりました。ネットの話、幻聴か、耳かきしてる、耳鼻科に行け。なんかこれ難聴で耳悪くなっちゃったって悩んだ女性がですね、聞き間違いとこがすごく多くて、もう脳の病気かもしんねえとか言って脳外科行って調べてもなんともなくて、でね、耳鼻科行ったらすごい巨大な耳クソが取れて、でね、信じられないぐらい聞こえるようになったっていうですね、話ありまして、病院で見てもらった方がいい。9条の解釈オリジナルすぎるでしょ。拝観しろ戦争はまだ始まってないと思ってる間抜け。もう開始してますよね。デマ合戦とか情報戦とか買収とかね。自民党にも中国に買収されてる、金と女で議員いっぱいいますもんね。松下新平って言ったかな、林とか外務大臣からして、あんなざまになってどうすんのって話なんですけど、頭だけじゃなく耳もおかしいのかないつもの東京新聞、人民軍の足音がそこまで聞こえきてるって言いたいんだろう。東京新聞はまあ結局は防衛強化するなって言いたいわけなんですけど、社説においてね、外観誘致主義者らしい社説、耳を澄ませば戦争の足音が近づいてくるようです。で締めてんですけど、これは耳がおかしいか頭がおかしいか、あるいはその両方、耳も頭もおかしいと。統合失調症 ABC 陽性症状について、妄想、皆が自分を見ている、ずっと監視されているなど、実際にはないことを強く確信する、原始幻聴、周りに誰もいないのに命令する声や悪口が聞こえたり、幻聴、ないものが見えたり幻視して、それを現実的な感覚として知覚する。よく言われるのはピンクの像が見えるとかいう話なんですけど、これね、患者の脳内では実際にピンクの、像を見ている化学反応が起こっているそうです。ですので患者本人には現実として見えるから、見えてないって周りが言うと、お前らおかしいんじゃないのかってね、なるんですけれども、思考障害。思考の一貫性が失われ、会話に脈絡がなくなり、自分が何を話しているかわからなくなる。あ、こういう人いるな、たまに。こいつ何言ってんだろう。自分で自分の言ってることを分かってんのかなっていう人いますね。その他陰性症状として、うつに似た症状を発するなど、これは引きこもっちゃったり全然やる気がなくなっちゃったりっていうのもあるんだって。東京新聞って岡田克也の兄が社長の中日新聞の東京支部でして、必然的に支持政党は立憲っていうことになるんだろうけど、共産党とも仲良しであります。豊島区の共産党議員とつるんで、ゴニゴニをなんか私の悪口書いてました。しょっちゅう。むしろテイスト的にも、もはや赤旗であります。アムステル自由大学。いろいろ実験した結果、低身長男性ほど攻撃性が強かった。女性は違った。
まあ、低身長女性が攻撃的っていうのは聞いたことねえもんな。ネットの反応です。これは真実、ソースは俺。この人はあのきっと背がちっちゃくて攻撃的なんだな。だからパヨは攻撃的なのか。でかいやつはぼーっとしてても生き残れるから。なるほどな。気持ちの余裕がないんだよ。小型犬はよく吠えるし噛みつくしな。そっか、あの大型犬なんかはぼーっとしてても生き残れますしね。まああの噛みついたら大事なんで、大型犬は大怪我しちゃう人が。そうするとね、即刻殺処分とかされちゃうじゃないですか。淘汰されちゃって子孫を残せないじゃないですか。で、代々おとなしい噛みつかない大型犬ばかりの子孫が残って、結果おっとりしたんだよねか。まあ例外ありますけどね。おっかないシェパードなんておっかないですからね。非常に、15年に及ぶ動物病院を経営した獣医師としての経験上なんですけど、プードル、たまにうるさい個体がある。ほとんどは、キャンキャン吠えないんだけど、たまに、ものすごーく吠える犬がいる。吠えるけど、まあ、噛みつくのは稀。めったに噛まない。歯石が溜まりやすい以外は、持病らしい持病がない。弱点がない。頭もいいし。歯石は溜まりやすい。っていうのは、プードルってこう、鼻がちょっと長くてですね、口の、開くのがちょっとなんですよ。ちょっと。他のね、ここ短いですね、シーズーなんかが、角度的にガバってこのぐらい開くのに対して、プードルってこのぐらいしか開かねえの。だから、なんかよだれが、周りが悪いんでしょうね。歯石うんと溜まりやすいですよ。他の種類に比べて。チワワ、ポメ、マルチーズ。うんともすんとも、吠えないおとなしい個体と、吠えまくり噛みつきまくりの両極端がいる。まあ最近はおとなしい個体が増えてきましたけども、ダックスシーズー全体的に静かです。噛みつく個体は稀、シーズーもダックスも。シーズーの目の疾患、目が悪い、目がこんな飛び出してるから目悪くする、特に年取ってくると。あと私、なんか頭ぶつけたとか、雷で驚いてとか、いうので、目玉飛び出しちゃったシーズーの目ん玉、2回ぐらい押し戻したことあります。別な個体ですけどね。あと、ダックスのヘルニア率は異常であります。腰悪くすんの、ダックスって。背骨長いからでしょうね。特にですね、1階と2階で、生活してて、階段で、で、犬も解放してて、1日何回も階段上り下りするようなダックスって、だいたいね、8歳ぐらいから腰悪くして病院に行くんですよね。コーギー、油断ならない。外見詐欺。コーギーって見た目はすごい可愛いんですけど、噛むんですよ。噛みつく。まあ、うなるものもうなる。芝、秋田、油断ならない。ポーカーフェイスで突然ガブリ。噛みつく前に、うーなんて、普通吠えんですけど、柴田秋田って、うーって言うのすっ飛ばしていきなり噛みつく。あと、柴のメスは、オス、メスだからおとなしいってことありません。柴は。メスもおっかない。もう本当に油断になりません。プーチン、168センチ。凶暴。凶暴っすね、この人。何にも悪いことしてないウクライナをやっつけろって攻めていっちゃうぐらいですから、まあ凶暴なんだろう。金賞、162センチから、高くても170センチ。凶暴。日本の周りに最近バガスカミサイル捨てまくってるよな。芝木隊代表。かつてのね、もう芝木隊なくなっちゃいましたけども。野間康道、147センチ。凶暴。こんなやつね。かつていた、やつであります。釘バット持ってますね。靴沢、私、170センチ、温厚。私と飲んだことある人は、お分かりでしょうけど、私、温厚です。非常に温厚です。飲み会にいても、いんだかいないんだか、わかんないぐらい、オーラが、ないです。まあ、170センチ、平均的な身長しかないんですけどね。以上、試験です。個人的な意見です。
なので、あの異論反論、うちのダックスは噛みつくよとかうちの芝はうなった後に噛みつくよとか反論があれば書き込んでください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。